はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルですということで、今回序盤戦評価復権広島編ということでやっていきます。よろしくお願いいたしますということで、さあタイミング的にねちょっと悪いなっていうのがあって、本当はね広島が無敗のうちにやりたかったんですけども、ちょうどね先日グランパスに敗れた、翌日のね収録というとこなんで、ちょっとタイミングねミスったなって、どうせならね、無敗のうちに盛り上がってるうちに、ね、やった方が評価としてはね、広島のサポーターさんファンの方々もですけどね、聞きやすかったのかなってのはあるんで、タイミングって難しいなって感じが、しますけども、それではじゃあ評価の方、まあもう評価はね決まっているんですけどね、ちゅうとこでまず評価に入る前に今年の広島の戦い方等を見ていきましょうかね。こちら順位表というところで、現在広島勝ち点19の12というところで4勝7け1敗、まあ言うならば引き分けの数が多いかなというところがね気にはなります。7分けなんで、まあ4勝勝ち星だけ見ると4勝ってまあ13位のジュビロとかと同じ数にはなってきますんで、まあ逆に言うと負けていないと考えることもできますんで、ここの評価は結構難しいっちゃ難しいんですけども、まあ本当ね、ただ戦い方とかねこうゲーム見てる中でやっぱこんだけ強度が高いプレーをね90分間やるんだから、これはすげえなっていうのはね感じますし、まあこう最後疲れてる時とかねきつい時間帯にやっぱこう新スタジアムのサポーターの声っていうのがこう広島の選手を後押ししてんじゃないかっていうところでしょうかね。現在6位というところですね。でこちらで、これが今シーズンの主なメンバーというか、まあ今シーズン出番があった選手たちにはだってきます。でちょっと僕もね全員はポジション把握していないんで、もしかしたらそのポジションの選手はそこじゃないよとかで、あるかもしれませんし、多分あると思うんですね正直ね、多分その選手はそこじゃないよとかね、あるかもしれませんけども、まあ一応出てるメンバー一応把握してるね選手、まあ先発メンバー中心にというところで、一応こんな感じでどうでしょうかね。だから本当はね柏選手とかもね入ってくるんでしょうけども、まあ出番があった選手で言うとねこの形で合ってるかなって、まあ違ってたと申し訳ないんですけどもねっていうところでございます。まああとエゼキュー選手がね出てはいるんだけども、ちょっと僕のね調べ不足で起用ポジションがわからんというところでございます。ちょっとまあ現在負傷中なんですけどもね。で見ていくと、まあ最終ラインで荒木選手がねちょっと負傷で、不在の時は中野選手が穴埋めて札幌戦ではゴールも決めていますんで、超万能型な選手というところでしょう。まあプロ入り前はセンターバックもやってたし、まあウィングバックで昨年ねプレーしていてっていうところで、ただ、ね、このウィングバックのところは荒井選手の加入とか、まあ越道選手とかいる中で、ただセンターバックウィングバックいやどこでも活躍するなっていう感じがねしますし、まあ器用貧乏にならなければいいなっていうのが一つ僕の中ではあって、なんかこうねいろんなポジションできますとか、ベンチにこういう選手がいればね安心だねっていう選手はなんかこうね、もうちょっとこうポジション限定してやれば活躍できたんじゃないか、もっと活躍できたんじゃないかっていう選手が過去何回か何人かいたんで、中野選手にはどっかのポジションを極めてね欲しいし、まあウィングバックというかセンターバックもできますんで、きっとサイドバックとかもねできるんでしょうけども、こう中野選手まあ将来、どこで勝負をしているかというところもちょっと注目点にはなってきますね。でボランチに関しては川村選手、東選手、三田選手、主にこの3名プラス、そうだ松本選手かもう出ているというところで、野津田選手がやっぱりねこう先発というか必要時間分数が、伸びてこないですけども、ただ三田選手はボランチで出ることもあればシャトーで出ることもある、東選手もボランチでも安定してパスの配球をして優秀ですし、で、ウィングバックが、まあ、一番先発が多いのはウィングバックですけどもねとか、本当このチームはマルチにやれる選手が多いですよね。小原選手もねウィングバックもできるしシャドウもできるみたいな、加藤もねシャドウですけど一応ワントップもできるしというところなんで、まあ、本当こんだけポリバレント性にあふれた選手が多いのもね広島特徴ですし、個人的にはね越道選手に期待をしていたいるんですけどね、ただこの間はグランパス戦でプロ初ゴールすんごいの決めていましたけども、ちょっと越道選手個人的にはね、なんかきっかけあれば化けるんじゃないかっていう雰囲気は昨年から持っていますんで、ちょっと頑張ってほしいかな。まあ右だけじゃなくて今年は左もやってる越道選手ですね。で
あとは天才肌と言われてるあのね、ボランチ中盤の選手で、会ってますかね、中島選手ですね、お父さん元広島の選手ですよね、確かフォワードだったかな、ちょっと申し訳ないんですけどね、中島選手というところでございます。まあ若手中島選手、今年はもうプロデビューも果たしておりますんで、まあこの中島選手ね、注目度が高い。まあ本当ね、一度こうプレー見た方々の話によると、相当ねやっぱうまいとか天才肌みたいな話も聞きますんで、ちょっとねどこで使われるか、まあ基本的にはこうボランチとかの選手っちゅう話ですし、まあシャドウもできるみたいなところで、これどこで出たんだったかな、なんか多分ね、もともとボランチだけども、なんかトップ下かなんかで確かね出たイメージがあるんですけども、だから一応両方ね名前は書いておりますけども、まあ中島選手もねいて、まあ、ボランチンとか、だから選手層も厚いし、まあ、年齢構成バランスも相当高い、いいというところなんで、まあ、いや、非常にこれね、本当はね、これチームによってはね、ちょっとそこのポジション若手がいないかとか、ベテランに寄りすぎてんじゃねえかみたいなチームあるんですけど、広島とね、期待の若手とかもいますんでね、非常にいいね、ボランチンとか、青山選手とかね、ボランチはそうか、ボランチは青山っちゅうね、やっぱりレジェンドがいて、ね、そういうね、やっぱりいろんな経験伝えてるね、選手もいるでしょうし、まあ、ウィングバックの柏選手とか本当ねこう伝道師みたいな、選手がいるのも広島のいいところかなっていうのはちょっとね、思うところにはなってきますね。でシャドウに関しては加藤選手いろんな仕事やってますね、本当ね、ブラック企業並みにねいろんなことやらされてんな、そしてこなしてんなっていう感じがしますけど、ね、加藤すげえなっていう感じがしますね。で、大橋選手も今年もチームトップ6、7点ぐらい決めてますからね、確かね、ちゅうとこで、あとワントップのとこにソテリウ選手もね、ポストプレー含めて体張ってとかねうまいんで、もうちょっとこう得点力が、ね、ついてくればね、本当に広島の完成形になるんじゃないかという感じしておりますけど、一応これが今年の広島のメンバー、主なメンバーというとこですね。でこちら、でこれが、データ的な話には、なってきます。まあ、AGI と KAGI ってあるんですけど、左上の方ですね、 60.3 の方に関しては、どんだけ敵陣でプレイした時間、敵陣しかもこのゴールのところですよね、相手ゴールの近いところでどんだけ長い時間プレイをしたかっていう数字にはなりますけども、要は広島これ1位なんで、20クラブ中1位、要は全クラブの中で一番相手のゴール付近で、プレイした時間が長いというのが広島の、この数字にはなってきます。でこの KAGI 中のは逆にですけども、相手をどんだけ自分たちのゴールか遠いところでプレーをさせたかという周囲のところ、まあ、要はこれも1位なんで、一番、ね、こう広島は相手がまあこうゴールに攻め込む時間帯が短いというところになってきますので、立派な数字ですよね、これね、どっちも1位ってなかなかないんですけどもね。でそれ以外の数字に関してはチャンス構築率も1位ですし、シュートの本数も多いしというところで、まあ、成功率低いっちゃ低いけども、でもそもそもこう確率が高いところでシュートを打ってるイメージがなくて、まあ、やっぱこう守備のためみたいなところあるかもしれませんよね。まあ、シュートで終われば、まあ、起陣する時間もあるみたいなところもあって、まあ、守備のためのシュートみたいなのは僕はあるんじゃねえかとなんか思うところもね正直ありますけども、とか、まあ、シュートってそのこぼれ球を拾っていこうみたいな、ところがあるんで、そもそものシュートに対する考え方、打つタイミングとかちょっと他のクラブとは違う、例えばサガン鳥栖とかはね、サガン鳥栖とかはもう最後の最後までもう本当決めきるところまでシュート打たないんで、シュートの本数は少ないけども、その代わりで本当確実に決めきるところでシュート打つんで成功率は高いみたいなクラブもあるんで、このシュート成功率確かに低いっちゃ低いし、高いことに越したことはないんですけれども、ただ広島のねこのプレースタイルとか考えたときには、まあ、低いのは気にはなるけども、ただやっぱこう守備のためとかね、まあ、まずはシュートで終わろうみたいな意識があるんで、まあ、成功率はおのずと下がるスタイルなのかなというのはね感じます。しかしもう得点力はねそれでも高いんでね、まあ、全然僕は問題ないかなというところになってきますね。で守備の指標もこんだけ安定してる広島、なんでこれでね順位がだんだん下がっているんだろうという感じもしますけどね。でこちら、これが90分間監査の平均スタッツですね。1位の数多いですね。正直シュートの本数こんだけ打っといて枠内シュートの数が多いっていうのも立派ですよね。シュート打つだけじゃなくて、しっかりこう枠に飛ばす、ね、力もあるみたいなところ、いや本当非常にいい数字持ってますね。でまあエリア内進入回数も2位で、あ4位かで、 30m ライン回数、小枝回数も2位というとこなんで、まあ、さっきも話しましたけどもね、いかに、相手の陣地でプレーすることができているかっていう数字、いや本当素晴らしい数字持ってる広島というところにはなってきますね。でこちら、
というところ最終評価、最終というか評価に、なってきますが、まあ S でもいいんじゃないかというところで、まあ A かなっても思ったんです。それやっぱ引き分けの数がね、引き分けの数が多いんで、まあ A でもいいのかなとか思いつつも、まあ S か A とかね、どっちかで悩んだら、まあポジティブにね、どうせならね、 S か A かで悩んだら S にした方が、まあ評価としてはね、っていうかいいのかなという感じがしていて、まあどうせならね、悪い方じゃなくて、まあ A も悪くはね、全然 A は悪い評価じゃないけどね、まあどっちかで悩んだらいい方につけたいなっていうのがね、前向きにね、どうせなら前向きに話をしていきたいんでね、というところで、まあでも S でも全然スタッツ的にもねいいんで、ただやっぱさっき言った勝ちきれていないって、負けていないけども勝ちきれていないみたいな、考え方になりますんで、なかなかこの引き分けの評価って広島は難しい。ただやっぱりやってるサッカーも面白いですし、ね、スキッペ監督のサッカー、まあいいサッカーやってます。本当 3年目の集大成ですね。前ね、広島今年集大成ですねって言ったらね、いや広島集大成でも何でもねよみたいなコメントで怒られたんですけどもね。ただまあ後々調べたら、本当広島で集大成って言ってないのかなと調べたらね、まあスキッペ監督がクラブの初心、今年のね、こう新シーズンに向けてみたいな挨拶の中でね、広島の今年のね、スキッペ監督3年目の集大成って思い切り書いてたんで、ああやっぱ集大成なんだって思いましたけども、ただそういうことでございまして、まあ本当集大成向けてどんな結果になるかというところでございましょうかね。はい、ってことで以上です。以上プロブンテジェルサッカーチャンネルでございました。よかったと思います。その喜ぶよ。